大きな声を出して歩いていきたいです。神殿古市が主体となっているんですけども、まあ、このことによってまた芳賀野神殿と古市が交流をしているとか、あるいは人と人との出会いがあったりとか、すごく仲間がね増えたというような感じですね。四十七日が雪の日に落ちにしたったかい、何もここあるとてだけもない墓に言って巻いてはほうきで履いてね取ったんやけどね、去年もう恥ずかしかったからやめたらね、そういった子供がものすごいねせがなかった言うてね、親が今年はできたって言うてやだから、また今年2人がだいぶ戦闘続けてますね。みんな受け継いでることをもっと下の人にも受け継いでほしいと思います。とっても嬉しいことですし、もっと日本中まではいかないと思いますけど、もっと広がって、自治体が広がってほしいです。はい、どうぞ。